日本陸上競技選手権リレー競技大会は日本陸上競技選手権大会のリレー種目が開催される陸上競技大会であり男女400メートル4400メートルの4種目が実施される主催は日本陸上競技連盟である1981年の第65回大会までは日本陸上競技選手権大会と一体的に実施されていたが近年は 他のトラックフィールド種目と分離開催となり、時期や会場を違えて、例年10月に実施されている。1913年11月に、陸軍と山学校において、第一回大会が開催された。大日本体育協会が主催し、全国陸上競技大会と名付けられ、他の種目と同様に男子のみの開催であった。リレー種目は400メートルが実施されて、 東大 OB 組が初年度の優勝を飾っている。その後4270メートル、4220ヤード、1マイルリレーへの種目変更を、ヘタが1920年の第8回大会より400メートル、4400メートルの2種目が実施されるようになった。第10回大会から第15回大会までは4200メートルの種目設定があった。1921年に全日本。 陸上競技選手権大会への名称変更がなされた。1925年に第2本陸上競技連盟が成立し、この年の第12回大会から他のトラック種目と同様に女子の競技が開始した。初年度は450メートル400メートルの2種目が実施された。400メートルでは寺を忠、し、分姉妹を用した東京不立。 第一高等女学校の学生チームであるアルモンドが優勝を飾った。1934年の第21回大会以降は450メートルに変えて4200メートルが設定されたが、こちらは第23回大会までの3回と第29回大会以降実施されなくなった。第二次世界大戦による中断を経て、 戦後に日本陸上競技連盟の組織が再生された後、大会が日本陸上競技選手権大会の名のもと復活した。以降男子 400m、4400m、女子 400m の3種目が行われた。1970年の第54回大会から女子 4400m が追加され、男女 400m、4400m の4種目が実施される形が整った。 歴代の総合成績では、早稲田大学が男子400メートルにおいて、第81回第90回の10連覇を含む21度の優勝を飾っている。女子400メートルでは、埼玉栄高等学校が高校生ながら4度の優勝を果たした。女子4 0 0メートルは1980年以降、東京女子体育大学が多くの優勝を重ねた。 1990年代後半からは、川本和久が指導する福島大学及び、ナチュリルが400メートル含めた女子二種目で圧倒的な成績を残した。2006年から2017年までは10月下旬に、ジュニアオリンピック陸上競技大会と合わせて、横浜国際総合競技場で開催されている。2003年から2005年までは10月上旬に群馬。 リレーカーニバルと合わせて、四季島公園陸上競技場で開催されていた。2018年からは、開催地を北九州市立本庄陸上競技場に移されることになった。1912年第1回大会より実施。実施距離が異なる種目変更を経た後、第8回大会以降継続して実施されている。1916年第4回大会より実施。 実施距離が異なる、種目下変更を経た後、第9回大会以降継続して実施されている。1925年第12回大会より実施、以降継続して実施されている。1970年第54回大会より実施、以降継続して実施されている。ありがとうございます。